お気づきの方もいるだろうか。私たちのこの服、くれていこうか。この場所、髪型、テンション。そりゃそうだよ。いやもう三本撮りでございます。イエーイ。もうテンションおかしくなったよ。まあね、まとめて撮っちゃおうねって。そうね、あの頻度ちょっと減らそうかねってなったんだけど。それなら一気にやっちゃおうぜって。いや、2回目まではさ、やっぱ久々に会えて嬉しいみたいな。そうそうそう。だけど、一気に来られると、そりゃそれでまたさ、どうしよう、だって久しぶりにこんな人の長時間ってなるじゃん。あとね、こう、なんかやっぱ距離あるからかすごい声張ってることに、やっと2本目の終わりで気づいて。そうなの、マイクあるから、全然張んなくていいのに。そうなの。なんだろうね、やっぱり。これぐらいでいいんだよね。そう、いいんだけど、うん、なんかやっぱ距離離れてて、うわーってなると楽しくなっちゃって、ね、もういっちゃうぜ。みんな何話したらいいんだ？そうだよね、カズマ最近どうですか？めっちゃ雑。いや、こないださ、うん、なんか急に大西さんから、うん、LINE で電話来て、うんうんうん、なんだろうって夜遅くに。うん。え、何何って思ったら。どうしたの、うん、なんか相談事だったんだけどさ。うん、そしたら、あやねも一緒にいたの。え、なんか、都市隊の収録終わりにたまたまいて、で、私に聞きたいことがあったから、あやねと一緒にいるときに、うんうん、大西が電話かけてきてさ、あやねには全く関係ない内容なのよ。あ、そうそう。そんなにあやねの前に電話してんの？そうそう。で、なんか誰かの声聞こえんなとは思ってて、大西から電話かかってきたのに。でも、あやねだったんだけど、私はもうてっきり大西イコール祈りだろって思って、祈り一緒にいいのって言ったら、あやねだよって言って。あやねだよがいないだろって言って。確かに声優さんの声聞き間違えるとか、ほんと失礼って思うね。申し訳って思ったの。でもじゃあさ、音大きくしたのかな？スピーカーにしたってことじゃない？なんかね、なんとなく遠くでわちゃわちゃって話してるな、みたいな感じだったから。あー、なるほどね。直接は聞こえてないんだけど。ごめんねって。なんかさ、声優さんと電話するとさ、なんか人間なんだなって思わない？どういうこと？いや、なんだろう、その、やっぱりアフレコ現場とかでさ、会ってるとやっぱ仕事モードだし。あ、そう、逆にそっちの方で、あ、声優さんなんだなって思うかも。ああ、そっか、なんか、生きてるみたいな。なんか、花沢香菜さんと電話した時とかも、なんかもう、すごい、何この電話みたいな。あの声が聞こえるんですけど。花ちゃんはなりそうだね。もうすごい、まあ、ずっと変わらずあのね、すごい綺麗な、ふわっとした声なんだけど。なんかちょっと、やっぱドキッとするというか。確かに、りなちゃんと電話してない。したことないか。うん、あら、どんな感じなんだろうね。リモートしながら一緒にドラマ見たら、確かに。どうする？あれ見よっか。見ようか。そうだね。え、なんかおすすめのあったらそれ一緒に見よう。いや、今期ドラマどんな感じなんだろうね。ま、結構延期になってたりとかもするからあれだけど。でも配信のやつをいっぱいあるから。おすすめあったら映画見よう。そう、なんか各町からいっぱい今回ね、漫画教えてもらって、キュンキュン漫画。いや、もうさ、早速読んでくれたんだよ。え、ていうかもう、なんか、すごい漫画にお金をかけすぎて、怖い！自分でもずーっと無限にさ、購入って。しかも教えたサイトのやつがさ、書籍、本棚みたいなのがあって、なんかページがどんどん、1ページでも結構な冊数があるのに、その数がどんどん増えてくの。そうなんだよね。めくっても本棚だよ。え、だから、でもそれが嬉しいね。今はまだ嬉しいぐらいな。いや、私弾いてるもん、自分に。うえって。いくらかけたんだろうねって。いやー、本当に。いや、でも本当に、私はかくましのおかげで、キュンキュンをね、得られてて。指先とね、恋だったりね。読みました。え、私さ、セギラくんが好き。セギラくん。セギラくんがみんなも好きって言ってた。そう、すぐね、高村に送ったの。瀬戸と高村にも。この二人しか友達いないみたいになってるけど、ごめんね。セギラくん甘すぎる、めっちゃいいよって言ったら、もう読んでるよ、みたいな。次って。次の話してくれて、で、プラスで、高村からも進んできたから。教えて。もう大変だよ。作品がいっぱい。いや、次は本当に絶対的な味方でいてくれるの。そうなの。でも言葉が足りないんだよね。でもあれくらいやっぱり自分しか見てない方がいいよね。そう。なんだろう。なんでいなかったんだろうね。ああいうさ。でもさ、ちぎちぎみたいな人がいたとして、余ってることになんでって思うタイプじゃん。確かになんかもう、なんありだと思うよね。そう。彼女何人目みたいな。引っ掛けてるの何人目ちぎちぎって。
なっちゃうから、信じられないし、イケメンだから絶対なんかやってるっしょみたいな。そうなんだよな、難しい、ね、やってんだよ、もうダメだよ、焦らせちゃうんだよね。でも漫画はもう本当に嬉しい、このね時期にいっぱい読めるし、うん、後で教えてもらおう。そう、あとじゃあその話もしましょうね。はい、はい、では今日も始めていきましょう。引いてんだけど今自分にまだページめくってもなかったよ。え、怖っ。いや本当どこじゃない、何分なんだろうってなってくんだよね。もうわかんない、ただただ喋ってる目の前にあるもの。はい、この番組は私たちがカフェで話しているような軽い会話をリスナーの皆さんに観戦してもらう番組だよ。そうです、そう、今日は子供の日だって。そう言えないね。もう何でもよくなってきたんだね。子供の日ってそもそも何する日なの？ひなあられ食べて。ひなあられってさ、ひな祭りじゃない？あれ、ひな祭りってなんだっけ？かしわ餅だ。え、ね、ひな祭りってなんだっけ？あれ、ひな餅さんが…あれの子見た。もうあれ、わかんない。子供の日はあれだ、風になびくやつなんだっけ、こいのぼり。もうダメだよ、頭回んなすぎて。こいのぼりも出てこう。大変、もういいんだよ、この大変さ。3本目だ、伝わってるよね。子供になったつもりで、子供のラジオだと思ってた。そうだね、今日はそういうコンセプトでいこう。私たちほんと何も知らないの。みんな教えてね。うん、うん、ということで、日高くま今夜も30分軽い感じでやっていくよ。この番組はセブン&ワイホールディングスの提供でお送りします。セブンイレブンプレゼンツ、日高くま。改めまして、日高里奈です。もういです。ではリスナーの皆さんから届いたメール紹介していきましょう。ラジオネームリムくんさんからいただきました。ありがとう。ひだかさん、かくまさん、こんばんは。こんばんは。僕は人生で初めてメールを書きました。お、ありがとう、ありがとう。僕は高校生なのですが、え、成長してんじゃない？どうしよう、子供とか言って。ちょっと待って、やばいよ。え、なに？初めて、好きな人ができました。もう泣けてくる、どうしよう。ですが、その子は友達から嫌われていて、え、告白したら、僕もみんなから嫌われるんじゃないかと、怖くて告白できません。どうすればいいですか？パカパカパカ。バカ野郎！いけねえ！何言ってんだわ！自分の気持ちに正直に生きろよ！周り！はぁ？好きな人ができるってすごいことだぞ！でもさ、リム君は人の意見に流されずにその子の魅力に気づいたって素晴らしいかもしれん。そうだぞ。いや、そうだよね。え、なんで好きになったのにそんなこと言うの？でもなんか、漫画とかでもあるよね。なんかちょっと暗めの女の子。だけど、花にさ、水やりとかしてる姿見て、あ、意外といいやつじゃん、みたいな。あ、そう、自分だけ見てんだよ。そうなの。そうなの。だから、その、誰くん？リムくん。リムくんが、その子とさ、こう、いいところをいっぱい周りに広めてって、その子も人気者になるみたいなのが、少女漫画ね。そうなの。それ、王道だよね。そう、それでいいんじゃない？いいとこをみんなに知ってもらえばいいさ。自分もね、いいとこを知って大事にしてあげてください。はーい、ではでは続きまして、えいちゃんからありがとう。ありがとう。サンリナ、クマさん、こんばんは。こんばんは。先日パーマをかけたのですが、そのことを女友達に LINE した時に、男の髪の毛は自然体の方が女のウコウケいいよと言われ絶望しました。お二人は最近絶望したことってありますか？ネタ振りがすごい上手いね。あー、でもなんか、そんな髪をさ、パーマかけたことを連絡する女子がいるのっていいね。充実してるタイプだね。多分そんな気がするわ。見てって。こうやって写真送ったのかな？そうか、なんかその写真が気になる。見てみたい。え、絶望したことか。絶望？なんだろうな。引っ越しをね、する予定があって、で、引っ越しのためにさ、じゃあ今チャンスだと思って片付けようと思ったらさ、めっちゃくちゃ本が家の中にいっぱいありすぎて、で、
読んだことある本がその中で3冊ぐらいしかなかったの。ええ、ちゃんと読み切ったやつが全部途中で、なんか美味しいとこつまみ食いみたいな。引くわー。なんかこう筋肉こあの肩凝ってたりするから、そういうためのマッサージ系の本とかもあるし、家での筋トレの本とかも買いまくってたりとか、うん、髪の毛なんかアレンジしたいなって思ったから、メイクだったりなんだったりも美容系とかそっち系が多いな。そうそうそう、物語というよりも物語は物語で、あ、この本話題だって思ったやつがもう話題も何もないよみたいなぐらい、ってそうだ、物語と面白くて、それこそ最後まで読んじゃうんだよね、もう気づいたら。でもなんか多分動物の森現象なんだけどさ、うん、最初の導入で一緒にしていいのかな、とりあえず聞こう、うん、最初の導入に失敗すると、うん、もうちょっとなんかあれ合ってないかなとか、最初で合わなかったのか、うん、とか大どんでん返し系とか、なんか最後の一行であなたは衝撃を受けるみたいなやつとかも、映画とかもよくあるよね。そう、そこまでに行くのにってなるのえってそれが楽しいんじゃないの。それがね楽しいんだろうけどさ、でもそこまでが結構なんか、なんで何も起きないなみたいなのがあったりすると、あーそうか、おやおやってなってスーって次の本に行っちゃってん。へえ、やっぱり今2袋分処分 してるのだから、もうそれもちゃんと読んで、でもそれもショックだったのがさ、うん、じゃあいざ今日こんなに本読んだぞって思って、うんうん、で電話した時に友達と、うん、こんなに読めたんだみたいなこと言って、じゃあ何読んだの、内容教えてってなったら、ね、読んだ本なんで。え、でもどうしよう、それは私も言ったの。こっちだよ。そうなんだよね。なんか読んだことは本当だって、ちゃんと真面目に読んでるから面白いなって思ったんだけど、うん、私も映画とか一日に何本か読むとコラボレーションして一つの作品になっちゃう。わかる。なんかあのシーンだけ好きとかってなるんだよね。そうなんだよね。あらすじ言えなくない。言えない。人におすすめするときも、なんかもっとほんと語彙力とかいろいろあったらいいなって思うし、感情だけ残ってる。そう、すごいの、とりあえずすごいのみたいな。でも最後泣けるんだけどこれは言えないって言いながら、それだけで見てもらおうとしちゃう。わかるわー。え、もういいの？ちょっともう感覚がわかんないからさ、もうでもどれぐらい喋ってんのかももうわからないよね。たくさんのお便りありがとうございます、はい、引き続き私たちの会話のネタをお待ちしてます。では今日もね曲をかけていきたいと思います。これね私がね大好きなアーティストさんなんですよ。ライブにね行くぐらい大好きなんですけど、藤川千愛さんで悔しさは種。今か未来を作るから悔しさは誰やがて芽吹き荒れそうなる。その扉叩く理由、今が未来を作るから。虹を見つけないなら顔を上げなくちゃって、差し出された手が僕らをずっと強くする。夢を掴みたいなら震えその一歩ひだかずま。ハッシュタグ活用塾。私たち二人ともツイッターを活用しておりますけれども、はい、ハッシュタグは作品名だったり番組名ぐらいであまり使いこなせていないって言われております。うん、そこでこのコーナーは毎回お題のハッシュタグを出して、そのツイートの例文をリスナーさんに考えてもらい、ベストツイートを探していきます。はい、うんうんうん。ではですね、募集していたお題を発表しますよ。こちらです。ハッシュタグ、これだからオタクはやめられない。は
作りやすぞ、ね、うん、これを早速紹介していきますね。はい、ラジオネームコリドラスさんです。ありがとうございます。ハッシュタグこれだからオタクはやめられない。推しが出るイベントのために長崎に行ったら、うん、席が最前でサイン入りポスターが当たった。うわ、これめちゃめちゃいいじゃん。あ、もう全部使い果たしたかもって思うレベルだよね。最善なだけでもすごいのに、しかもさ、最善の人が当たったってなるとさ、うん、東大でもわっ最善ってなるもんね。うん、目合ってたよねみたいな。なるよね。あ、確かに、これオタクやめらんわ。すごーい。じゃあ次行きましょう、はい、ラジオネーム小次郎さんからいただきました。ハッシュタグこれだからオタクはやめられない。絶対に推しと目があったって。私たちなんだよな、ね、私たちなんだよな。いじってるんですよ。いじってる。でもね、本当にあったんだよ、あれ。だよね。見てたんだよね。でも見てなかったんだよ。だよ。でもそのさ、一瞬でもキュンってなるから、いいっちゃいいよね。そう、だし、あんだけ広い会場の中、こっち側を見たっていう奇跡でも十分なの。そう、それだけでも結構な確率だったりするから、ね、なかなかね、こう、急にさ、自分のところまで来てトロッコでも後ろ向いちゃうときあるじゃん。あるある。こっちも体向けてるだけでもありがとうだよ。それで体があったぐらいな気持ち。ありがとうってなれるからね。なるなる。続きまして、ビオマルさん。ありがとう。ハッシュタグこれだからオタクはやめられない。日高くま聞くでしょ。うん。日高くま聞き終わるでしょ。うん。さくらとしたい大西始まるからもちろん聞くでしょ。うん。さくらとしたい大西聞き終わるでしょ。うん。鷲崎たけしの夜ナイト夜ナイト始まるからもちろん聞くでしょ。うんうんうん。ブラウザ閉じられねえよ。火曜日のすごい、すごい嬉しい、ファミリスナーさんです。ありがとうございます。嬉しいよ。ありがたいね、これはね。じゃあ次行きましょう。ラジオネームこのはまさんからいただきました。ハッシュタグこれだからオタクはやめられない。番組でメールを読んでくれた声優さんがいつもありがとうと言ってくれた。ただのありがとうじゃなくて、いつもありがとう。あ、わかる、めっちゃわかる。そうなんだよね。ただこれさ、この番組で読んだかがわかんなくならない？あーあー、わかるよ。そう。でももういいかなってなっちゃうけどね。あ、そっかそっか。うんうんうん。だからわかんなくなったから、ふーんってなって、ありがとうってなって、ただのありがとうを届けるようになっちゃった。でも言ったっけ、このさ、前さ、ファンの人なんか、お渡し会じゃないんだけど、うん、接近イベントがあって、なんか、あ、いつもありがとうみたいに言ったら、え、怖って言われて、でも覚えてることに、結構なんか顔を覚えるのね。ああ、すごい。そうそう。嬉しいじゃんね。なんだっけ、多分、毎回ほどは来てないんだろうけど、うん、だから覚えられてないと思ってその人来てて、だからえ、そんな覚えてるもんなんですかって言ったけど、マジで覚えるじゃん意外とさ。あれじゃない、私たちのさ、飲食店行ってお気に入りのお店で顔覚えてほしくないけどみたいなさ。それだったんか。大好きです、覚えてほしい気もするけれども自分なんか覚えてもらうにはみたいな、そういうことなのかな。幻想だね。意外とね、なんかトークしてる時でも見渡すから、顔とかね、そうなんだよね、見てたりするんですよ。あと特徴的な服だったりとか帽子とかだったりするとね。あ、なんかね、毎回覚えやすいようにしてくれてる人とかはさ、触れていいんだろうなって思うけど、確かに存在消そうとしてる人、そっか、でも掘り起こすぜみたいなことされたら辛いかな。そっか、でもわかんないよね。ちょっと気をつけるわ。認知しないでマンはそれでこうなんか札が欲しい。あー、認知しないでマン。ありがとうって言ってほしいままここで欲しいな、それ。めっちゃ便利だけどね。続きまして、うん、ゴンボホリさんです。どう、ハッシュタグこれだからオタクはやめられない。深夜アニメを見ながら食べるカップ麺ってうまいんだよな。ちょっと待って、何言ってるんですか。ちょっと待って、お宝話してんじゃなかったっけ。ない、カップラーメンの話してます。いや、でも、そう、深夜アニメで、より美味しいってなる。より？うん。相乗効果あんのかな？うまって、推しが可愛い、今日もラーメンがうまい！ことじゃない。一番の調味料がそこなんだよ。いいね、それね。じゃあ次行きましょう。ラジオネーム、美味しいエクレアさんからです。ハッシュタグ、これだからオタクはやめられない。推しのイベントやライブで発売される限定グッズ。お金がないからグッズを一つだけ買おうと決めていた私。しかし前日の夜に可愛い推しが画像付きのグッズ紹介ツイートを載せてくれた。そして迎えたイベント当日、私は物販列に並び、スタッフに一言笑顔でこう言った。グッズ全部ください。
ところがね。いや、でもわかるよ。なんか写真とかだとよりね、お揃いの欲しいってなるもん。ライブ行って、今回はグッズいいやって思うのに、だって家でさ、そのグッズ使わないっていうのも買ったりするじゃん。買うよ、めっちゃ買う。行ったら結局これ持ったら絶対嬉しいよねって思って。とかさ、結果タオルとかもさ、みんなで振ってねって言われたりすると、持ってない時に、そうってなるから、一応買っとくよね。だし、買う買わないで5、6回悩むじゃない。どうせ決めてても。そうなんだよね。まあいいなって思って買っちゃうから、結果買っちゃうな。だからサイリウムとかめっちゃ家にあるもんな。ね、わかるっていうのがいっぱいありますね。続きまして、なんなんさんです。ありがとう。ハッシュタグ、これだからオタクはやめられない。推しが毎回可愛いを更新してくれる。え、でもそれもわかるんだよな。え、マジでさ、アイドルの子とかどうなってんのって。本当にもともと可愛いじゃん。そうでさ、だんだん見慣れてくると思うじゃん。違うのよ、更新されてくるからさ。そうなん、ずっとだってさ、可愛いのプロだからさ、それ可愛いをその子もその場で勉強してくるわけよ。うん、うん、ってなるとやっぱ最強が出来上がってくるじゃない？そうなんだよね。しかもさ、バラエティ番組とかでどっちかっていうとお笑いに振ってる子とかがさ、ブログでは意外と、なんか純粋な、そうな感じだとすると、うん、そう、そのブログもいいんだけど、バラエティに戻った時にまたキュンとすんの。こんなこと思ってるですかって。頑張ってるじゃんって。可愛いじゃんって。そうなんだ、ね。わかるわ。はい、じゃあ次行きましょう。ラジオネーム、エムヤンさんからいただきました。ハッシュタグ、これだからオタクはやめられない。スマホの待ち受け見るだけで推しに会える。まあね、そうだよね。ずっと見てたいよね。微笑んでくれるよね。どっちにしてんだろうね。ロック画面なのか。あー、ホーム画面。どっちなんだろう。だってロック画面ってさ、もう指紋認証だったりとかだと一瞬で溶けちゃうじゃない？確かに指紋認証だとそうだけど、でもなんだかんだよく見るのってさ、時間だけ見るときってロック画面じゃない？あ、同じやつやってんのかな。あ、同じ。二段階か。そっかそっか。まあ、だって推し写真一つに選べないもんね。そうだよね。だからってさ、それを変えるときのちょっとなんか心苦しさの多分罪悪感っていうか、変えちゃう感じだね。いや、みんな同じ気持ちなんだね。ねえ。これだけ読みたい。お願い。みょんさんです。ありがとう。ありがとう。ハッシュタグ、これだからオタクはやめられない。オタクをする以外の趣味が見つからない。っていうかさ、ちょっと読み方に悪意ない？なんかさっきから思ってたんだけどさ、ちょっとさ、いや、なんかトップオタみたいな、オタクはこれでいいんだよみたいな感じのイメージ。みんなもここ目指してやってるところがあると思うんだ。トップをね。はい、まあ、ありがとうございました。今回はここで終了でございます。うん、では次回のお題発表しますよ。ハッシュタグ。結局、こういう女の子が好き。あ、みんながすぐ好きになっちゃう女の人か、どんな人か送ってね。うん。例えば、考えてる時に、指を頭に当ててしまう人。出ました、出ました。このいじり、ちゃんこさん。ねえ、ちょっと。りなちゃんさ、今日ご飯何食べる？ほんと、ねえ、違う。そう、私でこの台本を見て思い出したの、すべてこのチャーリーのポーズが出来上がったのはちゃんこさんのせいなんだよ。ちゃんこさんがさ、商売ロックのニコ生の時にこれを発見したんだよね。それまでは自分も気づいてないし、誰も気づいてなかったの。なんかちゃんこさんが気づいてなんかね、書いたのよ。あ、頭に手当ててポーズしてる、それ可愛いっすね、みたいな。それから生まれてしまって、チャーリーのポーズ。今では本当に、それこそアヤーネルとか、かやのさんがいるイベントだと、集合写真の時に、チャーリーのポーズやるって。そんな集合で、みんながそれ何ですかって言った時が一から、あの人頭に手を当てて、もう、鬼ですよ。これで完成なんだ。一応手をこうやって、そう、こっち、で、こっちかな。いや、もう本当に。体操でこれ、やばいよね。はぁ、恐ろしい、恐ろしい。結局こういう女の子が好きっていうのを送ってくださいね。ということで、このハッシュタグに合うツイート文を考えてください。以上、ハッシュタグ活用塾のコーナーでした。ひらかくま、ひらかくま、ひらかくま、セブンイレブンプレゼンツ、ひらかくま、ひらかくま、ひらかくま。お送り
送してきましたセブンイレブンプレゼンツ日高くま、そろそろエンディングの時間です。はい、番組ではリスナーの皆さんから私たちへのメッセージ、各コーナー宛てのお便りをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送超 A&G プラス日高くままで。メールの場合はすべて小文字で、日高くま @joqr.net、 日高くま @joqr.net、 日高くまの綴りは HDKKM です。はい、またこの番組公式ツイッターがありますので、そちらでアップされる写真もぜひ見てください。ってことで本日の放送いかがだったでしょうか。思ったより、あ、でもめっちゃ今疲れてた。いや、そんなことないよ。なるかえ、でも楽しいよね。なんかね、なんかね、うん、でもなんかハイになってきてる感じはやっぱあるよね。そうそうそう、普通なんかやっと通常に収まった気がするね。一歩目二歩目ぶっ飛ばしてきてるいや、そうなんだよね。楽しいね、楽しいねみたいな。やんでね、やっと通常にね、そうそうそう、やりました。はい、それでは今回はこの辺でお別れです。お相手は日高里奈と佐久間愛でした。バイバーイ。バイバイ。この番組はセブン&アイホールディングスの提供でお送りしました。